本日もお疲れ様です。はい、今回は今年からの新ニーサで、まあ、実際にね、夫婦で S&P500 に積み立てと一括で投資してみて、まあ、どれくらいね、パフォーマンスに差が出ているのかを検証していきたいと思います。では早速見ていきますが、まあ、まずね、僕の方がですね、まあ、SBI 証券の方で S&P500 に毎月10万円を積み立て投資して、まあ、現在のね、3月26日時点で、評価額が322,426円となっており、まあ、評価損益がプラス22,417円となっております。で、続いて、ゆきさんの方がですね、まあ、夫婦でね、リスク分散という意味で、まあ、SBI 証券ではなくて、楽天証券の方で投資をしていまして、まあ、ゆきさんの方は、現在評価額が1,325,742円となっており、評価損益が、プラス126,642円という結果となっております。まあ、現在のね、米国株価が、最高値をね、更新しておりますので、まあ、二人ともね、プラスにはなっているわけなんですが、まあ、株価がね、上がっていく場合には、まあ、やはりね、こう、一括投資の方が、まあ、大きくリスクを取っている分、リターンが大きい結果となっております。で、まあ、今年のね、1月から、まあ、新ニーサが始まったわけではないですか。で、まあ、この新ニーサの方で投資をして、まあ、現在までの、たった3ヶ月間で、積み立てと一括で、すでに、まあ、104,225円も、この利益の差が出ていますので、まあ、こう見ると、差が歴然なのがよくわかります。まあ、あくまでね、積み立て投資というのは、リスク分散させることが目的なので、まあ、株価がね、こう下がる相場の場合には、有利になってきます。で、まあ、積み立て投資はね、ドルコスト平均法で、平均取得単価を下げれて、まあ、含み損益もね、大きくマイナスになることを、まあ回避することができますからね。とは言っても、まあ株式投資は長期で運用することが基本ですし、まあそもそもね、株式相場は上がっていくことをね、まあ前提にしているからこそ、まあ我々ね、こう投資しているわけで、まあそう考えたときに、まあ今後ね、10年、20年、30年と持ち続ける場合には、まあトータルリターンとしては、一括投資の方が、まあ大きく利益を得られる可能性が高いと言えるのではないかなと感じてはおります。で、まあそれからですね、まあ前々回の動画でアップした旧積立NISAの方も、まあ現在はね、このような結果となっておりますが、まあ、前回よりね、さらに少しプラスされて、夫婦合わせて1,448,910円の利益となっております。まあ、こうやってね、まあ、夫婦で旧NISAと新NISAを合わせてみると、まあ、総投資額が426,5108円で、評価損益がプラス、1,597,969円なので、まあ、現在のね、評価額総合計が、586,3077円という結果をこのNISA枠だけで出せていますので、まあ、十分威力ってありますよね。まあこういったね結果を踏まえた上で、まあ個人的に思うことですけど、まあそうは言っても投資の基本はね、まあ長期積み立て分散なので、まあよほどね投資歴も長くて資金にゆとりある方以外は、まあ、やっぱりねこう一括ではなくて、まあ積み立て投資で十分なんじゃないかなとは思っています。まあ、なので、まあ、その辺はね、ご自身の投資スタンスや、まあ、収入や資産状況に応じて、まあ、自己責任のもとご判断されたらいいのかなと思います。はい。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃ、また。